初ライブは藤井さんどこのライブハウスですか？初ライブ見てろだな、コアンベルズ、見てろって、北口の今あんのかな、サウナだったの知ってます？新興法サウナのとこ、あのちょっと近づいたことはないんだけど、はい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 、なんかあそこにライブハウスあった、地下にあったんですよ、ライブハウスっていうか、ジャズバーみたいな、はい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 、一応バンドできるみたいな、うんうん、確かそれが一番最初だった。それ高3、あ、卒業した春、うん、春か、それは2003年、2003年、それはなんで、やることになったの？なんか友達との対バンでとか、自分たちで、あ、でもなんかそういう感じで、高校卒業するまでは、そうだ、今あれだけど、俺と池田はバンド組んでたんですよ。あー、で、もともとね。そうそうそう、うん、で、高校卒業したタイミングで、なぜか2人が入ったんですよ。そうそうよく分かってなかったですよ、僕は。ある日、いきなり練習来て。へぇー、そう。そうだよね。僕全然楽器できないんで、最初僕は爆弾と思ったんですけど。そう、そうです。最初サンプラーしか教えなかった。まあ、俺は池田に何日練習あるから来て。でそれは高校の多分スタジオだよね、しますか、音楽室、音楽室、うん、ああそうなんだ、本当にそういう感じで、じゃあ練習スタジオというよりも、もう音楽室で、うん、音楽室を始めて、そうでしたね、うん、でそれ友達が企画したイベントの、プロと気をつけて、僕らかもね、あ、じゃあ自主企画で、自主企画っていうのがあれかどうかは言うもわかんないですけど、バンドと一緒になんかライブやろうかみたいな、そんなノリだったみたいなノリだった気がします。あ、それでチケット売ったりとかして、うん、友達に、てか、ここ森さんの話じゃないですけど、森さん藤沢で、ここ以外で、うん、なんかやったことある？藤沢で展覧会は、藤沢市アートスペースが初めて、うん、初めてだったんですか？初めてだし、なんかはもう横浜とかまで行かないと、まあまあまあ、うん、なかったと思う。やっぱそう、まあ、そうか。いや、そういう意味では、うん、まあ言っちゃうと藤沢って何も文化ないじゃないですか。いやいや、いやいや、なんていうか、なんだろう、なんか。僕らも最初初で藤沢なんですけど、うん、結構すぐもう都内に。都内行っちゃったもんね。そうかそうか、キャリアのかなり早い段階で、そうそう、北沢とか。普通にしてもらってみたいな感じだった。多分19歳ぐらいの時にはもうだから、そこにすごいカセットを買いまして届けて、うん、オーディションやってみたいな、本当にそういうことを、そういう時代もあったんされました。それも払ってな、普通にバンドとしてデビューするみたいな、デビューっていうか、そうですね、ライブハウスブッキング入れてもらうためにライブするみたいな。そうだよね、なんか確かに、か結構地元のちょっと、ね、年上だったり、こうそういうバンド、ちょっとヤンキーっぽい人たち の、 そのバンドを見てると、うん、対策ちょっと反抗みたいなのもあって、うん、なんか楽器が上手いイコールそれが一番すごい音楽みたいな、なんかそういう世界観があったりとか、ちょっとうっすら社会が見えたりとか、なんかそういうのに対するなんかちょっと距離をというか、こう、あ、なんか反抗というか、僕らその時もすでにやっぱり変な音楽ってざっくり言っちゃってますけど、そういうなんか実験的な音楽だったりそういうのを聞いてたので、いや、わかる、なんかその場所もまあ少ないし、表現する場所も少ないし、練習する場所も少ないときに、どうしてもまあ高校だとイケてる層の、なんだったら歌も上手くない人が歌うとイケメンだからキャーって言われるみたいな、これが音楽かみたいな、これがバンドかとか思いながら、ちょっとこうサブカルに走るというか、私もやっぱり音楽、そういう軽音部みたいなのあったんですけど、はいはいはい、そういうのに入りたかったけど、うんうんうん、バンドもしたかったし、はいはいはい、やっぱりなんかそどっちかと毛色が、あ、どっちかとビジュアル、ビジュアル系と言われるような、全盛期だったんで、はいはいはい、ルナシーとかみんな、はいはいはい、コピーするイエローモンキーとか、はいはいはい、コピーバンドするみたいな、うん、あとはハイスタンダード全盛期ですから、はいはいはい、まあ、その辺のところをみんなコピーしまくって、うんうん、ライブやる。そうなってくるとちょっと毛色が違くて、はいはい、入ったのが美術部なんですよ。美術部なの？美術部に入って、はいはいはい、でその時に美術だったらテルミンとか触っていいみたいな。おお、なるほど。美術であればエフェクターとかをいろいろ並べていいみたいな謎のこのなんだろう、いや、あぶれた者たちが集まるみたいな、はいはいはい、
っていうのをよしってするルールを決めたんですね、ビリズ部で。あ、決めたんですか。私が決めたんです。石膏デッサンするばかりがミスじゃない。なるほど、なるほど、なるほど。あぶれてきた人たちのが全部とりあえず一つ、まあアートならいい、うん、いいよね、みたいな。はいはいはい。で、そしたらちょっとずつ人が集まってきて、で、なんかその、高校生を、新入生歓迎会とかで、まあ、みんな剣道部とかやってすぐ、はいはいはい、バスケットボール部。その時に、ノイズミュージックしかも部員2人しかいなかったから私と2人でやったらね、でも来るのね、興味がありますって言って後輩が来て、まあ、すぐ出て行っちゃうんだけど、なんかまあでもはいはい、はい、興味を持ってもらえる、なんかこういうジャンルでもやってもいいなみたいな、うん、ただ藤沢の場合はそういうさっき言ったようにライブハウスとかも少ないから、まあ、隙間を見つけなきゃいけないので、はいはいはい、どこでも表現できるようなところで、うん、なんかそれでよく、まあ、ぼーっといろいろ街を見てたので、はい、なんかそのどっか面白いとこないかなって思ったら、うん、結構、まあって藤沢の場合はなんだろう、変なレコード屋さんとか変なグッズばっか、音楽関連のグッズだけ売ってて、ヒップホップとかスケーターの文脈できてるけど、はい、そこに間違ってメジャーフォースのがいっぱいのある藤沢なのにとか、なんかそういうのを見つけるのが楽しかった、はいはいはい、なんかそれがなんか美術部の活動みたいな、わかんないけれどもフィールドワーク、フィールドワークですね、そういう感じですね。これすごく見つけたぞみたいなのが我々もあった、うん、ジリアも本当に今ないですけどね、田原とか田原とかね、田原、まあ、僕はね、あれすごかったです、ね、今田口さんが、そうなんだ、僕の方のえっ、いわゆるその何でしたっけ、ディストリビューター、そう、あの奥あのコーナー、そう、後から知って、もう何十年後に知って、それは僕らこうなるわけです。田口さんは、まあ、高円寺、今はね、ちょっと違うところにいらっしゃってて、また面白い活動されてるなって思ってるけれども、あ、そうなんだ、ダンスコーナーでゴアトランスしか入ってない視聴器とかありましたよね。そうそう、全部 CD で、しかもおすすめカードが全部手書きで、そうでしたね、かなりなドローイングでしたよね。そう、本当ですね、これは超楽しかった、あの人が書いてるのっていう感じで、そうそうそう、ちょっと仲間見つけゲームみたいなのは藤沢は結構あったかな。 あと地下ががっつり楽器屋だったじゃないですか。楽器屋、そう、確かに結構民族音楽の楽器とかあったじゃないですか。ディジュリドゥ今回出ますよね。そう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 、ね、そう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 、ディジュリドゥね、ディジュリドゥだから、ディジュリドゥも謎に流行る街、藤沢持ってましたね。あんまりパーカッション並んでなくていい。そう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 、ちょっと話戻ると、その僕ら、まあ、一応で僕はハイスとかやってたんですけど、うんうん、その新刊の1年生を迎えるなんかこうなんか出し物みたいな部活でやるときに、あの校庭で俺とたけしで、たけしが使ったディジリドゥって、なんかこういうねジャンプみたいな流行ってるやつか、それをやって初めて対響かなんかに褒められましたね。あ、君たちこんなことできるって、あ、そうなんですよみたいな、そういうのがいいよみたいな。いや、それは本当に、うん、修行時代ですよね。だからそういう意味ではね、私もジャンベを叩いてた。そう叩いて、その後美大に行ってジャンベ部に入るんです。そうだ。そこまで行った。そこまで溢れちゃったんですが、藤沢にとどまらず、藤沢で見つけたジャンベが、はいはい、大学まではみ出ちゃって。そうよくわかった。大竹新郎って行きながらジャンベ叩く。新しいジャンルじゃないかこれはって勝手に思いながら ね、やってたりして。はい、別にそれが何だろう、藤沢のいいところは一応こうジャンルで分けられたコミュニティが一個一個深いっていうよりも、割とこうオーバーラップできる感覚っていうか、ね、そうそう、サンパール広場だったらすごい重要だと思うんですけど、あそこに5時間くらいいたらインスピレーションいろいろあるみたいな、ありますね。でそれが混ざってくる感じっていう、なんかまあ例えば音楽も聞こえてくれば、うん、スケーターっぽい人が通ったり、オタクっぽい人が通ったり、うん、学生が通ったりっていうのを見てると、はい、なんかまあその感覚とちょっと近いと
なぁみたいなことはちょっと今日藤沢と制作ってことでお話しするからなんかいろいろ考えてたなと、そこからも使ってるんでしょ、あんまりジャンルにこだわりなかったっていうか、その全然音楽以外のものを自分たちの表現に取り入れるって結構普通だったんですけど、でもなんか寸劇とかやり始めるとやっぱ領域の話になるというか、うん、あのライブハウスだとなんか芝居もするバンドって言われたり、こう、うん、で舞台のパフォーマンス出るとなんかバンドのように芝居もするみたいな、なんかそれはでも自分たちなんかそれはそんなこだわりなくてどっちでもこうよくて、ただでもいろんな表現にアクセスできてそれをオーバーラップして一つの表現にするみたいなのが割となんか自然にできるっていうのはなんかその感覚は今森さんお話しされたのそうです、あ、そうだったなってオーバーラップっていうね、まあ、基本ゆるいです、ゆるいゆるいってことなのかな、うん、なんか受け皿がでかい感じはあるけどね、うんうんうん、どれでも来てくださいみたいな、そうですね、そういう感覚があるのかなみたいな、なんか、あんま怒られたりしなかったし、わかんないけどっていうか怒られるっていうか、そのなんかしても、うん、た学校で思いっきり銃で吹いても、うん、怒られない、怒られなかった、ね、あのピロティってちょっとなんか2階になって広くて、うん、あのアンダーワールドガンガンかけても作られないんだからなんかわかんないですけど、そういうのは結構大きいなっていうか、自分らの中でもなんかオールオーケー、オールオーケーじゃないですけど、まあ、でもなんか結構そういう受け入れるとか、確かになんか面白いと思ったらすぐやろうとか、なんかそういう感覚が藤沢なんかないですけど、僕鎌倉なんですけども小学校が音楽室昼休み自由に使ってくて、ドラムセットとか全然叩いてよかった、あーすごい、すごい素晴らしい、小学校でドラム触れるってでかいじゃないですか、でかいでかい、思いっきりね、鳴らしてみたらどうなんだろうって全然違うもんね、楽器全部触ってる、あ、それ素晴らしい、それすごいよかった、あと神奈川近代美術館が、これも鎌倉ですけど、でも高校生も無理、入場無料だったんで、うん、あ、確かに藤沢市もね、無料だったんじゃないかな、そうでした、あれ嘘かな、嘘かもしれないけど、お金払った記憶ないですよ、私、近代美術館は。あの予備校の関係もあって、鎌倉の美術予備校行ってたから、あの顔パスじゃないけど。なんか友達に学生所で入る。そう、学生所で入れるみたいな。なんかすごい武装のエッチングがいっぱいあったと思ってて。渋沢達彦さんのコレクションのことですよね。で、あと、あの小杉武久店のところも、ここ僕から、ね、出たぐらいの時ありましたね、びっくりしたね、小杉武久さん、あの去年亡くなってしまいましたけど、ライブもやられてたけど、ね、いいですかね、そう、展覧会が素晴らしかったと思う、あれで人生変わった若者多いと思うんですけど、それなんか、ああいうの見たり、なんか絵見たり、普通に遊びに、あのそういう猫屋行ったりとかいうので、お邪魔せで。そうだね、だからなんか小杉さんを見る感覚で、あれもそこまでまだあのご存命だったっていうのもあるかもしれないけど、記憶の限りでも美術館的な説明はあったけど、やっぱり説明そこまでなくて、なかったですね、なくて、それであの自転車と発泡スチロールだけが置いてあってあ、他にも展示あるけど、あのすごく広い場所に自転車と発泡スチロールが置いてあって、何だろうなって思ってたら、急に小杉さんタッタッタッってきて、あ、こぐとそれがうわーってなるっていう、発泡スチロールがそうだよね、ウーファーが繋がったんだろうね、あの発電的なシステムで発泡スチロールが鳴ってても、それ小杉さん現れないとわからないじゃんみたいなでもなんかすごい衝撃的で、まあね、小学生とか中学生とかに見てもらいたい作品だなって、今回の自由に考えてもいいし、でなんかそこにいろんなヒントがあるから、お人形のところにもゴミなのか、でもゴミが全部ゴミ、本当のゴミも置いてあるけれども、本当のゴミっていうか実物のテポドチップスの部分と紙で作った部分と、ゴミなのかものなのかみたいなところが本当に混ざってたり、切った後の切りかすはゴミなのかゴミじゃないのかとか、あれは何なのかみたいなところとかをね、なんか子供とかが見るとすごく面白いだろうなって
思うし、まあ、私もそういう風な感覚になりたいから作品作ってんだなって、もう最近はずっと思ってるんですけど。なんかね、コロナの影響がやっぱり大きくて、いいっていうのはもともと今年の予定入ってなかったんですけれども、まあいろいろこうご縁があって、そういったまた隙間産業っていう感じなんですけど、空いた隙に、まあ、こういうイベントやったら面白いじゃないかって言って、ソニーパーク、銀座ソニーパークさんと一緒にね考えてやったんですけど、素晴らしい。なんかね、コロナになってね、本当に表現の仕方が多様でいいなって思って、で今回 SP by 有効毛利ってタイトルでやったのは、まあ、インスタレーションを作って、そのインスタレーションでいろんなミュージシャンの人に演奏してもらって、まあ、なんかちょっとそのいろんな作品の可能性を探るみたいな、まあ、滞在制作型なんだけども、一応こう駅の中にあるような空間だから誰でも見れるんだけど、まあ、うん、誰でも見てないっていうか、その結果は誰もまだ見てないんですよ。レコーディングはしたし、はいはい、映像も撮ったんだけども、はいはい、実際それが本当に何が行われたかっていうのは閉館後にやってるし、一本だけ山本誠一さんとのコラボレーションが YouTube で流したんですけど、あれは YouTube 用に撮影したもので、そうかそうか、別にいろいろ撮ったんですね、ネタが。なるほど。でそれって別に今見せなくてもなんか10年後とかでもいいなみたいな感覚になってきてるっていうのは、コロナの影響で今までほら当たり前のように展覧会の始まりがあって終わりがあって、でなんか箱に行ってチラシ配ってとか、まあお金払って見て帰ってご飯食べてみたいなのが普通だったんだけど、それがなんかなくなってもいいかなみたいな。でなんかその時間の話を映像の中でもしたのすごい象徴的で、別にこの作品はね、まあ今実際はあとスペースっていうことで展覧会のフォームになってるけれども、うん、それがなんかこうアメーバみたいに、うん、もうずっとあるみたいな感覚でもいいですよね、はいはいはい、実際はスペースは別にコレクションってするわけじゃないけれども、うん、なんかウィークエンドずっとあるみたいなとか、うんはいはい、15年後くらいにいきなり発掘されたらとか、うん、それくらいでもいいかもしれないし、別に箱にとどまらなくて、うん、なんだろう、明日秋田県でもやってますウィークエンドとかなんかそれくらいでも良くなったっていうか、まあ、うん、実際できるじゃないですか、インターネットとか使えば、うん、今回のトークも一応ここでトークってやってるけど、うん、YouTube で編集されてね、うん、でもこれは100年後まで見れませんとか言ってもいいわけじゃないですか、まあ、そうですね、それくらいなんかルールがなんか考え、もう一回考える時になったなっていう時に試したのが、まあ、銀座のやつなんだけど、今後もね、多分来年以降もそんな感じで展覧会のための準備みたいなことをなんかもうちょっと自由に考えたいなっていう、はいはいはい、別に展覧会のために作ってたけど展覧会これやりませんとか、なんかもう箱にしまって50年後に出しますとか、そういうようなことでもいいのかなみたいなことを考えたコロナ でそれで随分気持ちが自由になってきてるんですけど、まだ何言ってるか自分で言ってて今分からなかったんで、特についてはなんかすごい考えるきっかけには結構コロナはなったんですが、あとその美術館とか映画館とかライブハウスとかむしろその残ってほしいんですけど、でもそれも昔はそれが新しいものとして出てきた実態があって、でそれはそれまであったものに取って変わってたりとか、それができたことによってなくなってるものとかもあるんだろうな、うん、なんかそういうことを考えたりするようにありました。そう、本当にそう。実際はし、アートスペースってことで、アートでこういうふうに箱できて本当に素晴らしいし、うん、だけど、やっぱり、まあ、柔軟な、ね、スタッフの方たちがいっぱいいる期間なところもいいなって思ってるんだけど、うんうん、その辺も何だろう、箱で何かやるとかじゃなくなってってもどんどんいいのかなって、まあ、別にそのまあ、使い方もいろいろあるのかなみたいな、うん、まあ、ちょっとなんかそうですね、実はこの作品の中もまあ、ちゃんとロケ地を用意していったところもあるんですけど、うん、結構、まあ、ここはあんま入ってないか、
まあ別にいろいろ撮ってる映像もあって、その中で森とかあの野外撮る撮影ってほとんど富士山で撮ってる、うん、あそうなんだ。でもやっぱ土地感があるから、あそこの山、そう山の奥確かなんか人いなそうだしみたいなことでね、何回もロケハンしてみたいなのがある。え、砂のところもあれも富士山？砂はあれは最後のあれはそうですね、あの千葉ですね。あれ千葉なんだ。あれ富士山だとしたらどこだろうみたいな、すごい景色だったから。でもなんか、ね、あでもそうなんだ。そうなんです。結構だからそういうやっぱ、うん、その、うん、土地感とかその、うんうんうん、まあどこに何があるで、海も山も森もあるんで、うんうん、なんか割となんかそういうのやっぱちっちゃい子とかなんかね見て、うん、感じるものがあったら嬉しいですね。箱を箱でその、まあ、共通のその星野技術家で角田俊也さんって、うんうん、神奈川で活動されてる技術家の方がいるんですけど、こうやって演じ合って、うん、結構音を使う方なんですけど、でもなんか箱だからこそなんて言うんでしょう、音とかそんなに音の質とかこだわらずになんかポッと出せたりすることがあって、なんかそれで遊べることがあって、その作品を解説するときにおっしゃってたの、うん、それはそれでそういうのがあって確かに思いました。その流れちゃうからね、あの時間で消えちゃうっていうか、だからその絵画とか、まあ、彫像彫刻的なものよりかはかなり軽く出すことはできるかもしれないですよね、まあ、そこの軽やかさというか、あのいい意味での無責任さ、流動的みたいなところはやっぱ面白いよね。富士山はそういうのに向いてる街だっていうことじゃないですかね。その富士山と制作っていうことであれば、あのどこでもアトリエにしていいしみたいな意味では、あのスタジオはどこでもいっぱいあるっていう気がするな。うん、今できたばっかりであんまり先のことはないんですけど、ただ実はこれあの素材がもっとこの倍以上あってあるだろうなと思った、あの4時間半版でもあるんですよ。なあの送られたリンクがショートバージョンって書いてあったこれショートバージョンで全然あの前方じゃないんだろうなって見ていくと、確かにこれはきっとこの前後に大量にまだ出してない秘蔵映像があるかな。だからちょっとマルチとかでもやれたらなぁとは思ったり、あと別にそのバンド演奏を封じてるわけではないので、なんかまあいや、いきなりハードコアバンドに戻るかって戻るかっていうね、確かにそうですね。あまり決まってんじゃ決まってないんですけど、なんか可能性の問題になってる。全然もうここ 4,5 年ちゃんと楽器弾いてないですけど、今高いレスポール買っちゃったんで、うん、弾き倒したいんです。難しいよ、レスポール。どうしたも欲しかった。しかもベースだったじゃん。ベースにしてするよってそういうのもあるんで。どうなんですか、自分も揃えていけない。レスポール買ったんだ、いいな。まあコロナになったからね、まあ、そういうちょっと練習もしたいなとか。そうそうそう、家の時間増える、ね、家の時間が増える、ね、おうち時間って確かにそれはある。最初ね、24時間バージョンって言われてたんですよ。あ一番最初の時間最初で、それをずっとループでかけましょうっていう。場所の動きを反映したいっていうので、ウェブサイトであの早送りも負け申しもできなくて、その実時間見なきゃっていう、ずっと流れっぱなしってことで、ずっとリクエストが流れてて、なるほど、その誰が見てるか見てないかもう世界に伝わるみたいな、まあ、割とそういう世界観で、それが最初出発点ですよね。なるほど、ただこれは10年かかるな。取りだめだね。でももうぜひそれ目標に、まあ、今コロナのニューノーマルでは、そういう展示も全然ありですもんね。モーリーさんの展示とかも僕そういう好きな感じ、なんか本当にどこが濃淡とかではなく、ただもうそこの空間にいるとすごい幸せな気持ちになるみたいな感覚がすごい好きなんで、だからなんていうか勝手にやってくれてるみたいな、ね、うんうんうん、なんか劇的なわけじゃなく、ずっとそれが流れてる感じっていうかな、それがやっぱすごい好き。でもなんかすごい、まあ、これは単なる多分相違点なのかもしれないけど、なんかこうずっと作品がある、あるよっていう時に、
今回のフォアブベルズ、私はそのいろんな道具使ってそれがまあ機械とかセンサーとかで勝手に動いて演奏みたいなことしてくれる作品が多いんだけど、あの圧倒的に人だなって思った。なんかあの人が絶対ケースに入ってなんかこう出したり、あ女の子たちが、まあ、あのコレオグラフみたいなことをしてたりとか、人が出てこないであろうシーンもすごくこう人がそれこそこう決めているっていうか、こうプレイしてるっていう感覚をすごい思って、だから興味の矛先はちょっとやっぱ似てるのかなって思いつつも、その人が演奏してて、あそうだフォアベルズバンドだったって思ったっていう言うところなんだけど、そういう意味でやっぱすごくバンド的な作品だなという、まあ、展覧会ってなってるともちろんね、あの4人いなくても成り立ってたりするけれども、でもまあ要素要素は非常にバンド的なアプローチだと思いました。分かんないけど、はい、時間で共有するってことがテーマなので、うん、やっぱ人が時間という概念の人と人とで、うん、そこでさらに共有するってことは、うん、絶対的に人間の要素って、うん、そこは森さんの、ね、そういう点だな、うん、いや面白かったです。何度見ても味わえる。他でもそれリアルタイムの番組じゃなかったりするんですけど、アナルカントっていうバンドがいて、それもあの海外からビデオを取り寄せて、まあ、その池田ってあの幼馴染なのでなんか一緒に部屋で見てたりとかしたんですけど、アナルカントこれ何ですか、大統領それとか影響を見たので、それもなんかあのもうだいぶグテグテなんですよ。あの全然演奏しなくて、そのとこも結構やっぱ衝撃を受けました、ね、ボーカルがステージにいなくて、なんかどれがボーカルだか分かるみたいな、客とお客さんとボーカルの差があんまりないっていう、だからそういうところですごい影響を受けて、まあそれが本当ザ・ハードコアで、まあでも本当あのバダンスとか、あまあ僕山本ステージさんとかもめちゃくちゃ好き、人生の先輩ですよね。先輩師匠、銀河が教科書ですよね。本当ですよ。そう、本当に。まあ、だから、まあ、スタンス的なハードコアっていうのは全部含めてなんですけど、まあでもまあもちろん爆音出すこともあるしみたいなことはずっとありました。うん、ハードコアだけ聴いてるってわけではなくて、まあでも結構演奏してる曲は割とハードコアの音にはなってたみたいな感じですか。うん、吉田さん。僕もなんかハードコアみたいな感じで、結局入り口にはこうボアダムスがあって、でボアダムスがこう軸でいろんなそこにつながりでいろいろ聞いてったような体験は特に高校時代とかはあったので、まあ、ボアダムスの中のこうずっとダーってなってるだけじゃんみたいな音楽とかをその時はよく興味持って聞いてまして、でまあ、あんまり他にハードコアみたいな音楽を特に好んで聞いていたわけではなくて、まあ、レイジアゲンソーダマシンとか、うん、国内だったらネルソバナナとか、まあ、コーンスイープの、まあ分かんないけど、その辺は好きにしましたけど、ミクシャとかメロコとかそういう気がコピーもやってましたね。そうですね、コピーもやってましたし、そうですね、まあ、なので、まあ、何かちょっとダーってなアナルカンプみたいにダーってなるというよりは、まあ、よくあるそういうラウドみたいな音楽の方が、まあ、聞いてたっていうのが多かったかもしれないですね、うん、アナルカントとかボーダムスとかの中でいろいろ興味を持って音楽に音バーって流したらまあ5分切るとか、そういうコースが取り入れるようになってたように思う。概念を知れたよね、高校の時に、ね、そう、だから聞いてなかったらそういうものが多分なかなか大人になってから理解じゃないです、それも受け入れられるられないみたいなね、あの、うん、音楽なんだけどもうコンセプトだから、うんうんうん、そのもう短く切るとかバーって何でもいいけど短く切るとか、うん、ライフスタイルがもう音楽に全部つながっていく、うんうんうん、ベジタリアンになるとか、なんかそういうことは本当になんか影響される、うん、ハードコアって言ってもね、うんうん、いろいろあるから、ね、そうですね、ビデオ上にねハードコアバンドって書かれてたんですよ。おお雑だなと思って、それは雑ですね。この作品を見てから言ってほしい。そうそうそう、昔 CD 屋のあのパーソナル出した時もあのトップ見に行ったらなんか全てを飲み込むコーンロックって書いてあった。これ絶対バイトが帰る入り入れてくれたのがありました。
メリカンハードコア映画でもう一回見て面白かったですね。大体出てくるし、ヒストリーもわかるから、映画、ネットフリックスとかで見えちゃないのかな。はいはいはい。それと結構、まあ、僕ら高校ぐらいの時は、もう、ヌンチャクっていうのとか、もうなんか本当、日本のハードコア、柏シティハードコアっていうジャンルがあって、柏、本当柏です。でもう本当に、まあ、ヤンキーっていうのはあれですけど、結構怖い人たちが、ツインボーカルで、ゴリゴリハードコアやるとか、なんか、なんだろう、今、多分ああいう文化ないんだよ。確かに。なんかあったじゃないですか。ありましたね。で、藤沢レゲエとか、そうそう、割とそういう。ちょっとラップが入ったハードコアみたいな。ハードコアとか、そうですね。そういうオパラ周りとか、そう、本当になんか、土地の、なんかあったんですよ。それが結構その、柏シティハードコアとかは、まあ、かっこいいと思って聴いてましたし、10年後ぐらいに、だそのゲス番長なんで、ヌンチャクのあれ、結構オマージュなんですよ。ツインボーカルで、みたいな。なるほど。だから、ツインボーカルさんとヌンチャクが合わせて。まさか。歌詞とかもやっぱりなんか、文学とは全然違う感覚のものがこう、文学でもざっくり言っちゃってますけど、うんうん、なんかこう、言葉の感覚もかなり独特で、大砲ってバカがいいんですけど、なんか日本語と英語を和洋折衷でちゃんと訳もついてるんですけど、なんかゴーバックホーム報告斉藤清六って歌詞があって、ちゃんと訳が斉藤清六と絵に描いた報告しようって書いてある。それをめっちゃかっこいい音楽に乗せてる。めっちゃかっこいいんですよ。そういうね、ちょっと怖いんですみたいな。だけどギャグなのかどうかわかんないハードコア。笑っていいのかわかんない。なぜか。その辺面白かった。そういうのちょっと影響を受けたんですけど、笑っていいのか笑っていいのか分かんない。多分通じるところがあって、ライブ中にお母さんに電話してたんですよ。あの、豪快な豪快。あ、すごい。多分すごい、多分通じるところがあるんですよ。ユーモアセンスみたいな。怖え。そうですね。お母さんに電話するかっこいいですね。すごいですね。よかったです。おもろいな。ハードコアとか、まあ、ヒップホップもそうなんですけど、面白いのがなんかイミテーションで、かっこいいか俺らもやってみようぜみたいな、同じことをやりたいのに、だからイミテーションなのに全然突然変異の新しいものが誕生しちゃったりするっていうのが、その過激な音楽のなんか面白いと思う。うん、確かに、確かに、確かに。全然真似できねえよ、出てきてきてね。面白いか、新しくなっちゃってるみたいな。そう、私は DNA 聞いてバンドを始めたから、ゆくりさんがその全然ドラム叩いてない人をアートリンゼさん呼んできて、はいはいはい、ずっとズコズコズコってやって、もう今や巨匠ですからね。なんかすごく元気が出て、はいはいはい、私もバンドをやっぱりやろうみたいな感じで、大学のそのジャンベブの後にバンドを始めた。おお、うん、あ、そうなんですね。そうなんです。なるほど、なるほど。そうえ、何楽器なんですか。楽器はその時は吹奏楽部を中学校にやってたから、トランペットは吹けてたので、ホルンだったんだけど、トランペットと足でキーボードみたいな。おパンクで、ね、おそうですね。で、ボーカルもすぐ頑張って。あ、すごいですね。すごいすごいバンドだな。